落合博満のホームラン動画見てて思ったんやけど、こいつ頭おかしいやろ。頭おかしいぞ。頭おかしなるで。左手殺して実質右手だけで打ってるんか。回転で打ってるんや。ほぼ下半身だけで打ってんのか。体の動きバラバラすぎるよ。ヘッドのトップスピードもまだ出てないくらいに見えてまうな。単なる詰まったレフトフライちゃうん。左右への打ち分けがすごすぎる。最初から体が泳いでるからな、無敵よ。落合引っ張りがドライブしてファールにならない打ち方をついに習得した。ヤバくて草。トラウトも同じこと言ってたな。すげえな。ボールをバットに乗っけてる感じなのによう飛ぶわ。多分世界でただ一人のしかできてない打ち方。何が怖いかって、球場の大きさに合わせてホームラン打ってるのよ。動いてるボールでゴルフしてる感じ。投手にもぶつけられる天才。まず逃げることを一番に考えたフォーム。肘を畳んでホームラン打つ男。無観客の外野席に飛ばすのを見て、昔のパリーグって客いなかったんやと痛感する。大谷さんもガラガラの外野に打ち込んどるな。落合のバッティングフォームをボンズに見せたら、彼がやっているのはベースボールではないって言ってたからな。斉藤正樹がノーノー寸前まで行ったのに、最終的に落合にホームラン打たれて負けた時は言わないた。スイング基本遅いのにインパクトの瞬間だけめちゃくちゃ速くなっとるな。どういう仕組みや。素でかっこええわ。プロ芯外したら痛くないですか。落合芯外さなきゃ痛くない。天才すぎる。実際の当時の球場で今の選手が打ったらホームラン何本出るやろ。ロッカー周りとか環境どこも悪かったらしいから体調壊しそうやけど。フォロースルー終わってて草。すごい窮屈そうやけどよく飛ばせるよな。会社員の牧たち上と落合が面識まあまああるの。草、今年会った時はお前痩せたなって言われてた。ほぼ落合のモノマネ一本で、しかも芸人ではなく素人製薬会社の社員なのに、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権で第9回チャンピオンになったというレジェンド。中日ドラゴンズの農会にも正式に呼ばれて落合のモノマネを披露したらバカウケだったという逸話も。技術もやべえけど想像の100倍くらい努力の人なんよな。監督やってた時もほとんど練習量で選手を褒めたことなかったらしいし。年度別通算安打。落合博満通算成績。ド変態打法代表や。引き手が強いバッターみたいに言われるけど、軸足のバッターやと思う。逆方向にもバカバカホームラン飛ばすの見てて気持ちいいわね。トップに入るのがめっちゃ早い。後ろ足体重でめっちゃ粘る。冷静に見るとかなり気持ち悪い。